こんにちは、りょうこばあばです。今回はイヤリングをね、作ってみました。こんな感じで、今まではお花を編んで、茎を編んで、葉っぱも編んで組み合わせて作ってたんですけど、今回ね、こういったお花のね、パーツが売ってあったので、これを買ってね、ちょっとイヤリングに今回したんですけども、もともとこの色ですね、クリアなんですけど、くすんだカラーなんですよね。こんな感じでね、こういう色でした。それをクリアにするのに、今私がレジンをやっている、練習しているので、レジン用の、コーティング剤、コーティング剤をこう塗って、表とちょっと裏の方塗って、こういう風にクリアにしました。これはこれでね、まだ可愛いですよね。で、今度は今からするのはもうクリア塗らないで作るんですけど、こっちの方はね、紐を結んでこう抜けないようにして仕上げてるんですけど、こっちはね、ビーズを入れて仕上げています。今からね、こっちのビーズ入りのお花のイヤリングをちょっと作ってみようかなと思います。まず、パーツですね。もう茎と葉っぱは編んでるんですけども、このイヤリングの大きさに合わせてちょっと目数をね、変えてみました。葉っぱの方は鎖編みを7目 1,2,3,4,5,6 7目、立ち上がりも含めて7目ですね。それで、引き抜き、細編み、中長を2回して細編み、引き抜きで、こっちこう来るときに一目立ち上がって鎖編みしますよね。それで引き抜き、細編み、中長、中長、細編み、引き抜き、この順番で葉っぱを編んだらこんな形になり、このくらいの大きさになりますね。大きさ的には1センチくらいだと思うんですけど、だいたい1センチですね。1センチぐらいあります。で、茎の方ですね。茎の方はこんな感じに仕上げてるんですけども、鎖編みをまず20目、こう20目編みますよね。そしたら1,2,3,4,56目目、あ、これ6目、7目目にしてますね。こっち6目目なんだけど、まあ7目目でもいいんですよね。この丸カンを通す穴をね、作るのに、まあこれは7目目にこうつけてますよね。本当は、6目目だったんですよね。ちょっと編んだ通りにしますね。6目目、1,2,3,4,5 20目ここまで編んで、戻って6目目に引き抜きますね。で、隣も引き抜きます。で、引き抜いた後に鎖編みを16目、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 目、16目編んでこんな感じにします。そしたら片方がね、ちょっと長いんですよね。16目編んだ方がちょっと長いので、少しね、長さを変えて、ちょっとだけ長さを変えてこんな感じで仕上げました。だから同じ長さにするんです、しますと、16目ではなくて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 目、12目編まれると同じ長さになりますよね。こんな感じで今回は16目編みました。これを今から、お花に合わせくっつけていくんですけども、まず
お花ですね。お花を、お花にこれを通すんですよね。お花の上から通して見れますね、お花を。そしたら次にビーズを通します。もうちょっとビーズがね、もう少しちっちゃかったが良かったんですけど、こんな感じでね、お花の中にビーズを入れますよね。その時にもうこっちは結ばないので、ギリギリ編んだギリギリのところですねにこう固定するんですけど、その前にボンドをねつけたいので、入り口のところにボンドをつけます。まあ、爪楊枝なんかでねこう出して、ボンドを出してこのところにこう縫いますよね。ある程度きっちり縫っとかないとビーズがね落ちていくので、ギリギリのところまでビーズを下げます。でもう一回ね、お花にビーズがくっつくようにビーズにもこうつけておきますね。そしてお花をずらしてビーズにお花をかぶせます。そしたらもうここのところをねカットしたところにもちょんちょんと塗ってきますね。こんな感じでビーズをね中に入れてボンドで固定しますよね。で反対側も同じようにしてきますね。片方もね仕上げてきました。こんな感じになりました。こっちはねビーズなしの下の方で結んだだけ、こっちはビーズを入れてボンドでくっつけたお花ですね。こんな感じでいろんなねなんか試されるので、ビーズ持ってたらビーズを使ったり、こういうのをねもしお家に持ってらっしゃったらイヤリングだとかねピアスにできるし、まあ、たまたま今レジンをしてるのでコーティング剤でねクリアカラーにしたりして今楽しんでいます。で最後にねお花葉っぱをねつけて仕上げます。イヤリングとかピアスとかそういうのは私はもう全くしないんですけど、作るのはね好きなんですよね。
けないように、グラグラしないようにね、ある程度頑丈に付けときます。裏の方で葉っぱに沿わせて糸始末をしますね。で出来上がりました。あとはね、金具をつけて仕上げるんですけども、こんな感じで可愛いね、イヤリングのパーツができました。可愛いですね。まあクリアにしたのも可愛いんですけど、まあそのままでも可愛いですよね。こんな感じで、あの今回はね、編んだお花ではないけど、お花のね形の、小物をね買っていたので、今回はそれを使ってイヤリングにしてみました。こんな感じですね。これをね、今さっきコーティング、同じねこっちのお花をクリアにして、ちょっとコーティング剤をね塗ってみました。こんな感じになりますね。これはこれでね、またいいし、くすんでから編む、くすみはくすみでいいですよね。こんな感じで今回は、編んだお花ではなくて、お花の形をしたね、まあビーズと言うんですかね、これは穴もちゃんと開いてるし、こういうお花を使ってイヤリングのパーツにね使って仕上げてみました。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。